ブランドン・ボイドはアメリカ合衆国の歌手、ミュージシャン、作家である、ロックバンドインキュバスのボーカリストである。1994年にカラバサス高校を卒業し、インキュバスを結成する前に2年間、ムルアパーク大学に通っていた。ブランドンは音楽を書くきっかけとなった人物リッキー・テイラーと共にカリフォルニア州カラバサスで育った。彼の両親、 プリシラ・ドリー・ワイズマンとチャールズ・ボイドはどちらも娯楽の経験があり子供の頃から彼の芸術的側面を育てていた著名な家族には弟のジェイソン・ボイドはオーディオベントの元リードシンガーである1990年にインキュバスを結成ボイドは初期の公演を宣伝するコンサートチラシをデザインした当初ボイドはアイン・ジガーの母親から渡された 性教育の本からいくつかの絵をコピーしちいたが、ファンが、これは、どのようなバンドですか。とフライヤーに困惑したため、使用をやめることとなった。そのため、バンドは、自分のアートワークを使用するように交代する必要があった。彼は時折、ライブパフォーマンス中にギターを演奏したり、ディジュリルやジャンベなどの興味深い楽器を楽曲に取り入れたり、している。 2010年7月6日、ソロアーティストとして、アルバム、ザワイルド・トラピーズを発表。ボイドはこれまでに3冊の本を出版している。2003年に書かれた、最初のバージョンは、ホワイト・フラッフィー・クラウズであり、それは、エンディファジア・パブリケーションズによって発行され、主に彼のアートワーク、写真、インキュバスからの歌の歌詞、及び追加の執筆と思考で構成されている。 他の出版物には、フロムザ・マークス・オブ・ザ・スルトリー・アビスは2007年に、エンディファジアから出版され、素材校は2013年1月に出版され、過去5年間の彼のアートワークで構成されている。素材校は、ロイドが音楽と芸術の両方で、彼の技術と才能を磨くことに費やした過去5年間を、視覚的に織り込んでおり、彼は、様々なグループや、ソロアートショーに参加し、 環境活動の手段として彼の作品を使用した。ボイドはファインアート、特に絵画の制作に力を入れており、2008年9月8日にカリフォルニア州ロサンゼルスのミュージックヘッドギャラリーでエクトプラズムと題した初の個展を開催した。ありがとうございます。